いいかね。とシャーロック・ホームズはベーカー街の下宿で二人暖炉を囲み向き合っている時に言い出した。現実とは人の頭の生み出す何者よりも限りなく奇妙なものなのだ。我々はありようが実に普通極まりないものを真面目に取り合おうとはしない。しかしその者たちが手をつないで窓から飛び立ち、この大都会を旋回してそっと屋根を外し中を覗いてみれば、怒っているのは奇怪なること、そう妙に同時多発する事象、たばかりごとにせめぎ合い、数々の出来事が不思議にもつながり合って、時を超えてうごめき、とてつもない決着を見せるとなれば、いかなる作り話も月並みなもので、見えすいた結びがあるだけのありきたりの無益なものとなろう。そう入っても納得しかねるね、と私は答える。新聞紙上で明るみに出る事実なんて大抵が実にそっけなく実に卑しい。ものを見てもだ、警察の調書などでは写実主義が限界まで貫かれているにもかかわらず、出来上がるものには全くのところ魅力もなければ芸もない。それなりの取捨選択を用いねば真実味は生み出し得ない、とはホームズのご説だ。これが警察の調書には欠けている。ことによると細部よりも治安判事のざれ事に重点を置く。細部にこそ観察に値する事件全体の核心が含まれている。信じていい、普通なるものほど不自然なことはない。私は笑みを漏らし首を振って、君がそう考えるのもわからないではないよ。ソラ君の立場としては、三大陸中にいる考えあぐねた人々、その皆の私的相談やお助け屋であるわけだから、奇妙奇てれつなあらゆることに関わり合う羽目にもなる。しかしまあ、と床から朝刊を取り上げてここらで実地に試してみよう。とりあえず目についた見出しはこうだ。妻に対する夫の虐待、段の半分にわたる記事だが、読まんでもわかる。全くよくある話に決まってる。ほら、他に女がいて、酒に喧嘩、薬に生傷、世話焼きな妹か女家主、いくらヘボ分子でもこれほどヘボなものは書けんよ。ふむ、この例は君の説に不適切だ、とホームズは新聞を取り上げ目を落としながら言う。これはダンダス夫妻の別居訴訟といって、あいにく僕もこの件の謎解きに少しばかり噛んでいる。この夫は全く酒を飲まず、他に女もいない。訴えられた行状というのが、食事の終わるたび入れ歯を外して妻に投げつける、そんな風にズルズルとなっていったというものだ。わかるだろう、これは凡客の語り部の想像に浮かびそうな行為ではない。旧タバコでもやりたまえ博士、そして自分の引いた霊でやり込められたと認めることだ、と差し出された古金色の旧タバコ入れ、蓋の中央には大粒の紫水晶、その見事さが友人の質素な暮らしぶりとあまりに対照的であったため、口を挟まずにはいられなかった。ホームズは、ああ、忘れていた。君は数週間ぶりだったか。これはボヘミア王からのささやかな記念品だ。あのアイリーン・アドラーの書類の件に力添えした例に。ならその指輪は、と私が、その指に巧みなブリリアントカットの宝石があるのに目をつけて尋ねると。これはオランダの元王家からだ。手がけた一件については微妙なものだから君にも打ち明けられない。僕の些細な案件を一つ二つ記録してくれるくらいは構わないのだが。なら今は何か手がけてないのか、と私が前のめりに聞くと、一例ほど、いや一二か。だが少しも惹かれそうなところがない。面白くはなくとも無論大切ではある。ところが実際のところ、経験上、大抵取るに足らないところにあるのだよ。観察力と鋭い因果分析力の発揮できる場というものは、大犯罪ほど単純化する傾向があるが、それは犯罪の規模が大きくなれば、原則として動機が見えやすくなるからだ。手元の案件のうちでは、一つだけやや込み入った事件の問い合わせが、マルセイユからあるのだが、それ以外は惹かれるものが何もない。だがほんの数分もすれば、もっと良いものが手に入る見込みがある。あそこだ。あれはうちの依頼人になる。
でなければ僕は大バカ者だ。ホームズは椅子から身を起こし、窓掛けの合わせ目の間に立つ。見下ろす先にはくすんだ中間色のロンドン市街。私もホームズの肩越しに覗いてみると、向かいの歩道に大柄の女がふっくらした毛皮の襟巻きを首に回して、つばびろの帽子に大きな曲線を描いた赤い羽をつけ、それをアデナ・デボンシア公爵夫人流に片耳隠しで車にかぶって立っている。かかる晴れがましい装いの奥から、女の視線が気遣わしげにためらいがちにこちらの窓へ向けられている。と同時に女の体はそわそわと前後に動き、その指は手袋のボタンをいじくり回している。と途端に飛び出すのは岸を泳いで離れるかのようで、急ぎ足で道を渡り、やがて呼び鈴のけたたましい音が聞こえる。今のような素振りは以前にもあった。とホームズは紙巻きタバコを暖炉にくべる。歩道でそわそわするのは色恋沙汰と決まっている。助言を欲しているのだが、ことが微妙のあまり人に言ったものかと心を決めかねている。とはいえここにいても見て取れることはある。例えば女が男から心底ひどい目に遭わされたのならためらいなどしようもなく、その場合は大抵呼び鈴の紐を引きちぎってみせる。ここで取れる解釈とは色恋沙汰ではあるが、その乙女は怒るというより戸惑っているないし悲嘆に暮れている。だがここに本人も来たから、この悩みもすぐに解けよう。という間に部屋の扉が叩かれ、給仕服の少年が入ってきてメアリ・サザランド嬢と告げるや、女性本人の姿が黒ずくめの少年の後ろからぬっと現れる。あたかも水先案内の小舟についてくる満帆の商船のごとくだ。シャーロック・ホームズは彼らしく心よく迎え、そして扉を閉め、丁重に肘掛け椅子を進めながらもさっと女を眺め回す。その金眼でタイプ打ちを相当になさると少々おつらいでしょうに。はい、初めのほどは、と女は答える。しかし今では見ないでも文字の位置はわかりますので。とその時ふと相手の言葉の意味するところがわかったのか、女は驚いて顔を上げる。その大きく愛嬌のある顔は面食らいつつもいぶかしげであった。ホームズ先生、私のことをすでにご存知で、と声を張り上げ、でなければ一体どうやって。お気になさらず、とホームズは笑いながら、物事を知っているのが僕の仕事、他人の見落とすところがわかるよう心がけている、と言ったところで、でなければどうしてあなたがこちらへご相談へお越しに。はい、こちらへ参りましたのは先生のことをエサリッチの奥様より伺いまして、あの方のご主人をやすやすとお見つけとか、警察も亡くなられたものとしていらしたのに。ええ、ホームズ先生、何卒私にもお力添えを。裕福ではありませんが、身入りも年に100ドルありますし、それにタイプ打ちも少しの足しには、これを皆先生に差し上げます。ホズマイ・インジェルの行方がわかるのなら。お越しの際どうしてあれほどお急ぎに、と尋ねながらホームズは指先を突き合わせ目を天井に。またもや驚きの表情がメアリ・サザランド嬢の幾分変化の乏しい顔に現れる。そうですの、私うちを飛び出してきました。本当に腹が立って、あんなにのんきにして、ウィンディバンクさん、あ、私の父で、全くもう警察には行きたくない、こちらへ猛火がいたくない、それで結局何もしないのに、何も事件なんて起こってないのだから、ってばかり言って、それで私気が気でなくなって、取るものもとりあえずまっすぐこちらへ。お父上、とホームズ、義理のですね、名前が違います。ええ、義父ですの。父というのもおかしいくらいで、私と5年と2ヶ月年上なだけなんですの。お母上はご宗家で、ええ、もう元気で丈夫で、でも心から喜んでとも言えない事情がありまして、ホームズ先生、その母が父の死後すぐ再婚しまして、それも本人より一後も年若い男とだなんて。
父はトテナムコート通りの配管業で、その後結構な店が残ったのですが、母は現場頭のハーディさんと続けておりました。ところがウィンディバンクさんがやってくると、その店を母に売らせてしまって、自分はものすごいワインの外商をしているとかで、店はのれんと上がりで4700ポンドになりましたが、父が生きていたらこんなは下額で売るなんて決して。私の予想では、シャーロック・ホームズはこの締まりのないこんがらがった話に苛立っているはずだったのだが、反対にできるだけ気を集中させて聞いているのだった。ご自身のささやかな収入とはその店が元で、いいえ先生、全く別物で、オークランドにいる叔父のネットが遺産で私にと、ニュージーランドの株で配当が1/4厘、額面は2500ポンドなのですが、私は利回りにしか手をつけられません。極めて興味深いお方だ。とホームズ。では、年百ほどの大金が入り、加えてご自身の稼ぎもあるなら、少しばかりご旅行やいろいろと余裕もおありのことでしょう。独り身の女性ならきっと60ポンドほどの収入でかなり結構やっていけますから。私なら、もっと少なくっても。先生、ですがうちにいるとはいえすねをかじりたくございませんから、お金の扱いについては一緒にいる間だけは預けております。もちろんほんの当分のことですわ。ウィンディバンクさんはその利回りからいつも1/4引き出して、そのまま母に渡しておりまして、私自身は自分がタイプ打ちで稼いだ分でちゃんとうまくやってゆけますから、1枚2ペンスいただけて、日に15から20枚はだいたい。現在のお立場はよくわかりました。とホームズ。こちらは友人のワトソン博士。彼の前では僕同様、気兼ねなくお話を。さて次のご質問ですが、できればそのホズマインジェルさんとあなたとのご関係を。赤いものがさっとサザランド城の顔によぎり、上着の裾を気遣わしげにつまんで、出会いはガス工組合の舞踏会の折でした。と話し出す。組合は父が存命中よく招待状を送ってくださいまして、その後も忘れずに母と私へと。けれどもウィンディバンクさんは私どもが行くのを承知せず、それどころか外出すらよく思っていなかったのです。例えば日曜学校の催しなどに行きたがろうものなら、もう気も狂わんばかりで。ですが私、今度ばかりは行く、ぜひ行くって。別にあの人に止め立てする権利はございません。知り合う値打ちのない奴らばかりだと言いますが、父のご友人の方々もいるはずなんですから。お前には着る服もないだろうと言われましたので、今までダンスにしまい込んでいた紫のフラシテンを出してやりましたわ。とうとう何も言うことがなくなって、あの人も所用でフランスへ出払ったものですから、母と私と現場頭でしたハーディさんとで参りました。そこでホズマインジェルさんに会いましたの。するとホームズは、ではそのウィンディバンクさんがフランスから帰ってくると、あなたが舞踏会へ出たので大いにご不満だったでしょう。いいえ、それが随分嬉しそうで、確か笑って肩をそびやかして、女ってやつはダメだと言ってもしようのない、思うようにやってしまうのだからって言いましたの。なるほど。その時ガス組合の舞踏会でお会いになった紳士の名はホズマインジェルで間違いありませんね。ええ、先生、その夜に出会って、次の日には無事でお帰りですかとうちを訪ねておいでで、その後も会いまして、つまりホームズ先生二度散歩をご一緒しまして、その後父が戻ってきまして、ホズマインジェルさんは以後うちには来られなくなりました。一度も。そうですの。ほら、父はこんなこと大嫌いでございますから、できることなら客を入れたくないという主義で、口癖のように、女というものは自分の家庭の輪にいるのが幸せだと。とは言いましても、母にも申し上げましたが、女はそもそも自分の輪が欲しいものなのに、私には自分のものがないんですもの。それはそうと、ホズマインジェルさんの方はあなたに会おうとしなかったので。それは父が1週間ほどして
またフランスへ出向く予定でしたので、それでホズマは手紙で、あの人が行ってしまうまではお互いに会わない方が無難だと。その間も私どもは手紙は書けましたので、あの方も毎日書いてくださいました。手紙を受け取るのは朝でしたので、父は知る由もありません。その紳士とのご婚約はその頃に。そうですの、先生。二人でした初めての散歩の時に婚約を。ホズマ、インジェルさんはレドンホール街の事務所で水筒係をしていらして、それで業種は。それが困ったことに、先生、存じ上げなくて。では自宅は。そこに住み込みで。ならご住所はご存じかと。いえ、それがレドンホール街とだけ。では手紙の宛名をどこに。レドンホール街郵便局へ、留置で。事務所に届くと、女性から手紙が来たと他の同僚みんなにからかわれるとおっしゃって。ならタイプ打ちしましょうかと申し上げたのですが、そんなの受け取りたくない。手書きならあなたから届いたと感じられるけど、タイプ打ちだと二人の間に機械が挟まっているようにいつも思えてしまうと。これだけでもあの方がどんなに私を愛していてくださるかお分かりでしょう。ホームズ先生、こんな細かいところにも気を配る人でしたの。実に思わせぶりで。とホームズ、長年座右の銘としているのですが、祭事の大事は限りなし。他にどんなささやかなことでも、ホズマ・インジェルさんで覚えていることがありましたら。あの方は大変な恥ずかしがり屋なの。ホームズ先生、私と散歩するのも日のあるうちより暮れてからがいいみたいで、人目につくのが嫌だと言うんです。本当に内気で紳士らしい方、声だって細くて、若い時に扁桃炎で腺が腫れ上がったらしくて、そのせいで喉が弱くなったとか。だから話し方がためらいがちでささやくみたいで、身だしなみはいつも良くて、とてもきちんとして派手でなく、さっぱりとして、でも私と同じで目が良くなくて、眩しいからと色眼鏡を。ふむ、それで義父のウィンディバンクさんがフランスから帰ってからはどうなりました。いえ、その、インジェルさんがうちにいらっしゃって、父がフランスから帰る前に式を挙げてしまおうとご提案に。恐ろしいほど熱心で、私の手に聖書を持たせて、何があっても自分を信じてくれと誓わされて、母もあの人に誓うのがいいに決まってると、それだけ思いがあるのだと言いますし、母は初めから全くあの方びいきで、私よりもあの方を愛していたくらいでした。しかも今週中に式を挙げるとおっしゃるので、私は父のことが気になり始めていたのですが、二人が父のことを気にしなくてもいい、あの人には後で言えばいい、母が父のことを何とかするというのです。そのようなこと、私はとても嫌でしたの。ホームズ先生、私より少し年上なだけですから、許しを得るというのも妙なことなのですが、とにかくこそこそと何かをいたしたくはありません。そこでボルドーの父へ手紙を。そこに会社のフランス事務所があるのです。ですが、手紙は式当日の朝に手元へ戻ってまいりまして、ということは届かず。そうですの、あの人は着く直前にイングランドへ立ちまして。ほう、それはお会いにく。では式の予定は金曜日、場所は教会で。そうですの、でもごくつつましやかに、キングスクロス近くの聖セービアでして、その後聖パンクラスホテルで朝食をとる手はずでした。ホズマはハンソム馬車で来ましたが、私どもは二人ですので、あの方はその馬車に二人ともを乗せて、自分は四輪の辻馬車に乗り込んで、通りには他にその馬車しかなかったのです。私どもの方が先に教会へ着きまして、やがて四輪が着くと、私どもはあの方が降りてくるのを待ったのですが、うんともすんとも、お物が台から降りて覗きますと、誰もいないのです。御車は客がどうなったか思いもつきませんし、中に入るのは確かにこの目で見たと。それが先の金曜日のことですの。ホームズ先生、それ以来何の姿も頼りも、行方の手がかりになるようなものは。どうやらひどい恥ずかしめをお受けになったようですね。とホームズが言うと、違いましてよ。
あの方は立派でお優しい方、私をそんな捨てたりなど、それに朝の間ずっと何があっても自分を信じてくれとおっしゃり続けておりました。たとえ何か予期せぬことで離れ離れになったとしても、私はあの方を信じると誓ったことを決して忘れはいたしませんし、あの方も遅かれ早かれお誓いになるはずでした。式の朝にしては妙な会話のようですが、その後起こったことでそういう意味でしたのと分かりまして、きっとその通りでしょう。ではあなたのご意見では、何か予期せぬ災難にその方が見舞われたと。そうですの、きっとあの方は何か危険を察知していたのですわ。でなければあんなことをおっしゃいません。ですから予期したことが起こったのだと思いますの。ですがその起こったと思われることについては心当たりがないと。ございません。もう一つ、その件をお母上はどうお捉えに。カンカンです。この件については金輪際口にするなと。お父上は、お話にはもちろん、そして私と同じく何かあったと考えたようで、いずれ穂妻から連絡があると。あの人が言うように、私を教会の戸口へ連れてって置き去りにしても誰が何の得をしましょう。まああの方が私からお金を借りているとか、結婚したらあの方がお金の分け前に預かれるとかならいざ知らず、穂妻は自分の財産もかなり持っておりますし、私のお金を気にしたことすらないのですから。それにしても何が起こったのでしょう。どうして頼り一つも。ああ、それを考えるだけで私おかしくなってしまいそうで、夜一睡もできませんの。と女はマフの間から小さなハンカチを出して、その中へボロボロと涙をこぼし始めた。あなたの事件一つ手がけてみましょう。とホームズは立ち上がり、はっきりとした結論をお渡しできると信じています。さあ、事件の重荷は皆僕に預けてしまって、このことで心を悩ませるのはこれ以上やめることです。何よりもまず穂妻エインジェルの思い出は消してしまうこと。あなたの目の前から彼がそうしたように、ではもう二度とあの方に会えないとお考えに。おそらくは。ではあの方に何が起こったのでしょう。その疑問を僕の手に委ねるのです。彼の正確な人相書と自筆の手紙などあれば嬉しいのですが、できましたらいただけたら。前の土曜のクロニクルに尋ね人の広告を、こちらがそのゲラスリ、そしてこちらが受け取った手紙4通です。どうも。ではあなたのご住所を。キャンバウェル、ライアン町31番、エインジェルさんの住所はわからないと。お父上の仕事場の方はウェストハウス&マーバンクの外商ですから、フェンチャー違いで一番大きなクラレット輸入業者になります。どうも、お話大変よくわかりました。書類はこちらへ置いてください。それから僕の助言を忘れないように。この出来事はみんな謎のままにしておいて、あなたの人生から追い出してしまうことです。お優しいのですね、ホームズ先生。けれど私できませんの。いつまでも穂妻を信じております。いつ戻ってきてもいいように。馬鹿げた帽子やのっぺらした顔に似合わず、ある種の気品がこの依頼人の一心に信じる気持ちにはあり、敬意を感じずにはいられなかった。女は卓上に手紙をまとめておいて出ていく。呼ばれたらいつでもまた来ますと約束をして、シャーロック・ホームズは数分間何も言わずに座っていた。指先を合わせたまま両足を前に投げ出し、瞳がまっすぐに天井へ向けられている。やがて網棚からなじみの油付き陶製パイプを取り出し、己の相談役代わりとばかりに火をつけ、椅子にぐっともたれかかって支援を巻き上らせながら首を反らして物憂げな表情をする。実に興味深い研究対象だ、あのおぼこ。との所見、あんな些細な問題よりあの女の方が面白い。まあそれにしてもひどく月並みなものだ。僕の作品に当たれば同一の事件が見つかるよ。77年のアンドーバ、それに同種のものが昨年ハーグで。しかしたとえ古臭くとも、僕にとって新しいことが細かく一つ二つはあるものなのだが、
しかしあのおぼこ当人からは得るところがある。君はあの女のことを相当読み取れたようだが、私にはさっぱり見えんね、と私が漏らすと、見えないのではなく見落としているのだ。目の付けどころがわからない。だからこそ大事な点にことごとく気づいていない。分からせるのは無理なのだろうが、袖は重要であり、親指の爪は暗に語る。また靴紐から導かれるのは大問題。さてあの女の見た目から君はどうまとめる？説明したまえ。うむ、あの女が身につけていたのは黒板色でつばびろの麦わら帽子、赤レンガ色の羽根付き、上着は黒で黒のビーズがいくつも縫い付けられていて、小粒の黒玉の飾りが裾の房縁に。衣服は茶褐色、コーヒーよりもやや濃く、首元と袖には少し紫色のフラシテンが。手袋はネズミ色で右の親指が擦り切れている。靴は見ていない。小ぶりの丸い金の耳飾りをぶら下げていて、全体としては相当裕福そうだが、実際はのんきでおっとりした町娘だ。シャーロック・ホームズはそっと手をたたいてほくそ笑む。これはこれはワトソン、驚くほど上達している。全く実にうまくやったものだ。なるほど、要点はことごとく見落としているが、方法は当たっている。色に目ざとい、全体の印象にとらわれず、そう、細部に注目したまえ。僕が真っ先に見やるのは常に女の袖だ。男ならまずは履いているものの膝とするのがいいだろう。君も見た通り、この女の袖口にはフラシ折りがあった。これは跡がつきやすい、極めてありがたい生地だ。手首の少し上の二重線はタイピストが机に押し当てる場所にあたり、まさにくっきりとついている。手動のミシンでも同じ跡がつくが、左腕だけ、しかも親指の反対側につく。その代わりタイプでは右の広範囲にわたる。それからあの女の顔を見ると、鼻の両側に美眼鏡の跡が分かったから、あえて金眼とタイプ打ちのことに触れて相手を驚かせたという次第だ。驚いたのは私もだよ。しかしあれはまだ分かりやすい。その後僕は見下ろして相当驚き、興味を持ったのだが、女の履いていた靴、互いに似ていないでもないが、実は別々のもので、一方にはつま先の革にわずかな飾りがあって、もう一方にはなかった。それに一方は5つのうち下の2つのボタンしか止められておらず、もう一方は1つ目、3つ目、5つ目。ここでわかるのは、ある若い女性が身なりはきっちりしているのに、別々の靴を、しかもボタンを半分しか止めずに自宅からやってきたということだから、急いでお越しにと言っても大した演劇でもない。その他は？と尋ねる私は、友人の鋭敏な推理にいつものように興味をかきたてられていた。ではついでに気づいたことだが、あの娘は着替えを完全に済ませてから家を出るまでの間に何かを書き留めている。君も女の右手袋の指先が擦り切れているのを認めているが、どうやら手袋にも指にもスミレ色のインクがついていたのはわからなかったようだ。書き急いだためにペン先を深く浸しすぎたのだ。今朝のことに違いない。でなければ指に跡がくっきり残らない。このことだけでも面白いが、かなりの初歩といったところか。ところで仕事に戻らねば、ワトソン、すまないが読み上げてくれないか。ホズマ・インジェル氏の尋ね人広告とやらを。私は小さなゲラスリを明かりにかざしてみた。14日朝失踪、ホズマ・インジェルなる紳士、身長5フィート7インチ、体格よし、顔色あし、黒髪、頭頂に小かぶろあり、たわわな黒い頬ひげ口ひげ、色眼鏡、話し方はややとつとつ、失踪時の服装は黒のフロックコート、黒のベスト、金のアルバートさ、下はハリスツイードのネズミ色、ゴム布の長靴に茶褐色のゲートルを重ねる。過去レドンホール街の事務所に勤務、情報提供者には結構と、ホームズ、手紙の方はと言いながら目を通していたが、ごく普通のものだ。エインジェル氏の手がかりはここに全くない。
ただバルザックからの引用があるくらいだ。しかし一つ際立った点もあって、それには君も面食らうだろう。皆タイプ打ちだ。と私が言うと、あろうことか、署名までタイプ打ちだ。下に、コズマエインジェル、と小さく器用に打ってあるだろう。ほら日付もあるが、差出人の住所にはエドンホール街とあるだけで、かなり曖昧だ。署名のこの点はかなり含むところがある。事実上の決め手とも言える。何のだね。やれやれ、このことが事件にどれだけ大きなものか、君にだってわかるだろう。何と言ってよいやら、これは製薬不履行の訴えを起こされた時に、署名を否認したい、ということなのか。いや、そこは論点ではない。とにかく二通手紙を書こう。そうすればことは片付く。一つは中心区のある会社へ、もう一つはあの若い女の義父なるウィンディバンクへ。明晩6時にここで面会したくこう、と伺いを立てる。我々が取引するなら、男の親類の方がいいだろう。さて博士、この手紙の返事が来るまで何もできることがない。だからこんな些細な問題はしばらく棚に上げておこう。私はこの友人の鋭い推理力と並外れた行動力をこれまでのことから信頼しきっているので、今回の事件に関してもその解明を依頼された奇妙な謎の扱い方が自信ありげで気楽なものであるからには、何か確固とした証拠がすでにあるのだろうと感じていた。確かに彼でも失敗に終わることがあると間近で思い知らされたこともあった。ボヘミア王とアイリーン・アドラーの写真の一件であるが、4人の誓いの不思議な依頼や日のエチュードにまつわる異常な展開を思い出すにつけ、我が友人に解きほぐせぬものとはそれこそ奇妙にもつれたものであると思えてならない。その後私は退出したが、その時もまだ黒い陶製のパイプを吹かしていた。あくる晩、私がまた来た時にはきっと自分は手がかりを皆手中にしているぞ、そして失踪したメアリ・サザランド城の花婿の正体へと迫るのだ、と言いたげな風であった。その頃、私が一人の重篤な患者の治療に専念していたこともあって、翌日はずっと病床につきっきりであった。6時頃になってようやく体が空いたので、なんとかハンソム馬車に乗り込んでベーカー街へ駆けつける中、あの小事件の解決の手伝いには間に合わぬやもと半ばそわそわしていた。しかしついてみればホームズは一人うとうとして、その送信チョークを肘掛け椅子の奥へと畳み込んでいる。おびただしく並べられた瓶に試験管、そして塩酸のきつい刺激臭が物語るのは、彼が一日中ご就寝の科学実験をやっていたということだ。どうだね、解けたかね、と私が入るなり尋ねると、うむ、酸化バリウムの重硫酸塩だ。違う違う、事件の謎だよ、と私が叫ぶと、ふむ、あれか、今取り組み中の塩のことかと。あの案件に謎など何もありはしない。だが昨日も言ったように、細部のいくつかには関心がある。唯一の欠点はどうもその悪党を扱える法がないことだ。ほう、そいつは誰だね。サザランド城を捨てた真意というのは。私が疑問を口から出すが早いか、そしてホームズが返答しようと唇を開ききらないうちに、廊下から重い足音、そして扉を叩く音が聞こえてくる。あの娘の義父、ジェームズ・ウィンディバンクだ、とホームズ。6時には行くと返事をよこした。お入りよう。入ってきた男は体格のいい中勢の人間で、年は30前後、ひげはきれいに剃られているが顔色は悪く、物腰は穏やかでへりくだるようでいて、灰色の瞳は驚くほど鋭くトゲトゲしい。私たちをそれぞれ疑わしげにちらちらと見合ってから、擦り切れた山工房を横棚に置き、軽く会釈をして手近の椅子ににじり寄って座る。こんばんは、ジェームズ・ウィンディバンクさん、とホームズ。このタイプ打ちの手紙はあなたからのものですね。これによると6時にご面会の約束をと。そうです、少し遅れはしまいかと心配しましたが、どうも多忙で体が自由になりませんもので。
サザランドさんが些細なことで煩わせまして申し訳ありません。人前で内輪の恥をさらすことなどしない方が全く賢明ですからな。娘がここに来ることは全く私の意に反することなのですが、あの通りカッとなったらすぐ動いてしまう性質で、これと決めたら手のつけようがないのです。まあ幸い、あなたが警察関係とご関係がないから私としてもさほど構いはしませんが、このような家庭の災難など外へ言いふらされるのは愉快ではありません。その上、無用の出費ですよ。そうでしょう。そのホズマエインジェルなど見つけようもないでしょうに。それどころか、とホームズの静かな声。ホズマエインジェル氏はうまく見つかるとしか思えない状況なのです。ウィンディバンク氏はぎくりとして、手袋を取り落とした。喜ばしい話ですな。不思議なことに、とホームズが切り出す。タイプライターも人間の筆跡同様、個々によって全く異なるものなのです。新品でない限り、二つと全く同一のものはありません。ある文字が他より摩滅していたり、片側だけ摩滅したり。さて、このあなたの単身に打たれた文字ですが、ウィンディバンクさん、毎回この E の上がどこかやや不鮮明で、なおかつ R の尻尾がわずかに欠けています。他にも14の特徴がありますが、この2つが他より分かりやすい。手前どもは職場がこの機械一つで全ての通信をやっておりますので、きっとそれで少し摩滅しているのかと、と客は答え、その小さな目を光らせてホームズを鋭く見やる。次に、あなたに実にまさしく興味深い研究というものをお見せしましょう、ウィンディバンクさん、とホームズは続ける。僕はこのところ別のささやかな論文を書こうと考えてまして、それはタイプライターとその犯罪との関係についてです。今ちょっと関心を注いでいる題材なのです。ここにあるのが、失踪した男から来たとされる4通の手紙。皆タイプ打ちされている。いずれも E が摩滅し R の尻尾が欠けているだけでなく、拡大鏡をお使いになればお分かりになりますが、先ほど触れました他の14の特徴も同様にあるのです。ウィンディバンク氏は椅子から飛び上がり、帽子をつかんで、そんなおとぎ話で無駄にする時間はありません、ホームズさん、と言い、その男を捕まえられるのなら捕まえたらいいでしょう。やってのけてから知らせてください。確かに、とホームズは歩いて行って扉に鍵をかける。ではお知らせします。その男を捕まえました。なん、どこだ、とウィンディバンク氏は叫び、唇を真っ青にして罠にかかったネズミのように身の回りを見回している。ええ、無駄です、無駄なのですよ、と穏やかなホームズ。もう逃げられません、ウィンディバンクさん、すべてお見通しなのです。挨拶としてはよくありません。こんな単純な問題を僕に解けないというなんて。よろしい、座りたまえ。この件について話し合いましょう。客人は椅子に崩れ落ち、死んだような顔をする。額には冷や汗が光っており、訴え出ることなどできんぞ、と小声で言う。そのことは僕としても実に残念です。しかしここだけの話、ウィンディバンクさん、これほど残酷で身勝手で心のないチャチなごまかしに出会ったのは初めてです。さて、ことの次第を一通り語らせてもらいましょう。間違っていたら反論するといい。男は椅子の上に縮み込んで頭を胸に沈めたため、まるで押しつぶされた人間のようであった。ホームズは両足をロダナの隅に乗せて、両手を懐に入れて反り返り、他に対して言うというよりむしろ独り言でもしているような調子で話し始める。その男は自分よりかなり年上の女と金目当てで結婚した。娘と一緒に住んでいる限り娘の金が使い放題。彼らの地位の人間からすれば相当の額だ。それを失えば深刻な変化が生じよう。その保全に一苦労してみる価値はある。娘の性格はお人よしもいいところだが、なかなか情と思いやりのある人物だ。だから性格がいい、ささやかな身入りもあるとくれば、独り身もそう長く続くはずもない。さて、彼女の結婚は無論年百の損失を意味する。
そこでギフはその阻止のために何をする。やることははっきりしている。女を家から出さず同年代の人間との交際を禁じればよい。しかしすぐに気づく。いつまでもうまくはいかない。女は立てつくようになり、自分の権利を主張し、そしてついにある舞踏会へぜひとも行きたいと言い出す。狡猾な義父はそこでどう出たか。思いついた案は心でなく頭から出たものだった。妻に見て見ぬふりをさせ助けを得て、男は変装する。鋭い目には色眼鏡をかぶせ、顔は濃い口ひげ頬ひげで覆い、その通る声もわからぬようささやき声に。しかも乙女は金眼だから二重に安全。男はホズマエインジェルとして現れ、自分を愛させることで他の恋人候補を追い払う。はじめはほんの冗談だったんです、と客は声を絞り出す。心を奪おうなどとは夢にも。しらじらしい。どうであれ、その若い女性は迷いのないほど心奪われ、しかも義父はフランスとすっかり思い込んでいるから、自分が騙されているといった疑いをみじんも差し挟まない。女はその紳士の心尽くしの振る舞いに舞い上がってしまい、その効果は母の声高な称賛の言葉で言やます。それからエインジェル氏は通い始め、仰せを重ねる。行けるところまで推し進めた方がいいことが明らかだったからだ。真の効果を生み出したいのなら婚約、ここまで来ればとうとう安心。乙女の愛情は他の誰へ向くこともない。しかしいつまでも騙し続けるわけにもいかない。フランスへ行ったふりをするのも若干厄介だ。やるべきことは明白、劇的な形でこの件の幕を下ろすこと。そうすればこのことは若い女性の心に永遠に刻みつけられ、当分の間は他に求婚者が現れても見向きもしないだろう。だからこそ聖書で僧の誓いを立てさせ、だからこそまた式の当日の朝に何かが起こるやもとほのめかす。ジェームズ・ウィンディバンクの欲することは、サザランド城がホズマエインジェルに縛られること、そしてその生死が不明であるだけに、ともかくこの先一例年は他の男に耳を貸さなくなること。教会の入り口まで女を運び、それから自分は先へ進まぬよう都合よく消え去る。四輪の一方の戸から入り、そのまま反対から出る。古臭いごまかしだ。これがことの次第でしょう、ウィンディバンクさん。ホームズが話している間に、客は幾ばくかの度胸が戻ってきたのか、ここで椅子から立ち上がり、その青い顔に冷笑を浮かべながら、そうかもしれないし、そうでないかもしれないでしょう、ホームズさん、と言い放つ。しかしそれほど頭が切れるのなら、ご存知のはずだ。婚法を破ろうとしているのはご自分であって私じゃない。私のしたことは初めから訴えられる要素がないけれど、あなたがその扉を閉めている限り、常にあなたは暴行の脅迫と不法拘束で訴えられる恐れがある。君の言う通り、法は君を扱えない。とホームズは鍵を外して扉を開け放つ。しかしここにいる男ほど罪に値するものはない。もしその若い女性に兄弟親友があれば、貴様を鞭で肩から打ち払ったに違いない、間違いなく、と話しながら男の顔を見ると、痛烈に嘲笑っていたので血が上ったのか、依頼者との仕事には含まれてはいないが、ここに手頃な狩猟鞭がある、ちょっとこれを試してみても、と友人がたちまちニポムチへ近寄ったが、つかみ取る前に階段からドタバタという足音が聞こえ、玄関の扉の大きな音がして、窓から見るとジェームズ・ウィンディバンク氏は全速力で道を走り抜けていた。冷血な悪党が、とホームズは言い捨て、笑いながら自分の椅子に再び体を預ける。あのようなやつは罪に罪を重ねて最後には極悪なことをしでかし、果ては絞首台だ。今回の事件、少なくともいくつかの点ではそれなりに興味深かった。まだ私は君の推理の筋道が皆分かったわけではないのだが、と私は白状する。ふむ、無論初めから明らかだったのは、そのホズマエインジェル氏におかしな振る舞いをするほど深い動機があったに違いないということだ。同様にはっきりしているのは、この出来事で実際に得をするのが
我々の知りうる限り、義父しかいないということだ。それからこの二人の男が決して一緒にはおらず、一人が姿を現しているときはいつももう一方がいないという事実が、いわくありげである。それに加えて色眼鏡と妙な声が、どちらも変装を思わせる。濃いひげも同様だ。僕の疑問は、その署名がタイプ打ちされていることでいよいよ濃くなる。無論それが示すのは、当人の筆跡が女にとって身近なため、少しでも見せると気づかれてしまうから。君もこの個々の事実が分かれば、細かい点も含めてどの点も同じ方向にあることが分かるだろう。して、その証明はいかに。例の男に目星をつけたら証拠はわけない。この男の働いていた会社は分かっている。印刷された人相書を持って、変装部分をすべて取り除く。ひげ、眼鏡、声、そして会社に送る。お宅の外商でこの人相書に一致するものがいるかご確認を。すでにタイプライターの癖には気づいていたから、職場の住所宛てでこの男本人に手紙を送って、ここに来られるかと尋ねた。期待通り返事はタイプ打ちで、細かいが特徴的な痛みが一致すると分かった。同じ郵便でフェンチャー違いのウェストハウス&マーバンクから手紙が届き、その知らせの内容は、人相書があらゆる点でうちの社員のジェームズ・ウィンディバンクと一致。以上。で、サザランド城は、僕が言ったところで彼女は死んじまい。覚えているか、古いペルシアのことわざを、孤児を捕らうる者危険あり、女性より幻影を奪う者また危険なり、と。ハーフィズもホラティウスと同じ感性を持っている。世の知恵もまたしかりだ。